別に私手伝ってとかそんなつもりで言ったんじゃなくて、それに藤井君、力になれないなんてことないと思うから、頼りになる人だって思うよ私。でもこれは別、これは私だけでどうにかなると思うから。いいのよ大丈夫。じゃあ私一度学校に戻ってこの原稿届けてくるね。本当は明日でもよかったんだけど、藤井君に褒められたらなんだか私すぐに人に見せたくなっちゃって。